はい、今相沢君と会計士を目指そうと思ってる十何歳だっけ？何歳か。アドバイスをどうぞ。会計士を目指すアドバイス。会計士を目指すアドバイス。まあやっぱり勉強時間めちゃくちゃ勉強しないと。まあ今日3級やったけどね。はい、採点してみてどうやった？そうですね。まあ復習の余地はすごくあるから。おお。いっぱい勉強せってことやな。そうですね。まだまだ。まだまだ、はい、甘いと。甘いです。なめんなと。じゃあ鈴木くんなんかちょっとあるか聞きたいこと。勉強時間なんですけど、学校の勉強と簿記の勉強、やっぱ時間どうやって取ればいいか。そうだよね、高校は。村田くん通し閉めてくれか。光入っちゃってくる。商業高校だと電気全部つけてくれか。1日2時間の。うん、それ全部つけちゃっていい。そっちも、うん、そっちも、うん、そう、OK、OK。あの高校生でこの塾に来て、この塾になると授業の2時間にプラスしてあと3時間とかやるから、大体5時間ぐらいはやってた。1日そのぐらいしか自分はできなかった。まあ他の授業もあるし、違う授業の時に簿記のやつ広げて怒られちゃう。だから5時間ぐらいか。今部活やってんだよ、鈴木くんな。はい、うん、バレーやったっけ？はい、まあ、うん、で部活終わって帰ってくるのは大体7時半ぐらいになっちゃうんですけど、で部活やったらもうすんごくたくたで、はい、ちなみにアイザックって部活やったの？部活はやってなかったです。あ、そう。もう全くやってない、1年全くやってなかった。あ、そう。ただアルバイト、うん、おー、それ言っちゃっていいの？大丈夫なの？それあ、それは、はい。うん、あ、じゃあボンボン言っちゃった。あの寿司屋でバイトしたんだよ。それな、回転寿司かなんかの、うん、それで受講料自分で払ってたからな、うん、それはあの鈴木君が親と来た時に面談で言ったよな、はい、うん、そうそうそう。こういう気合でやっていくと、おいいよな。会計士目指す、トップの資格目指すなんでな、うん、ちなみにちょっと村田君、はい、あの今大学1年生やけども、あの会計士目指してるっつうやつの友達おる？いや、いないですね。いない、うん、今のところいない、うん、でも寮の中で早稲田大学生とかもおるんやろ？結構ありますね、うん、そうするとそういった連中の話とか聞いとったらどう？どうですか、ね、会計士とか税理士とか目指すっつうのはもう普通なんちゅうの？当たり前みたいな感じ？いや、その学校の中ではまだそういう話出てねえか？あ、出てないですね。あ、そう、うん、先輩とか受かったっつう話 でも結構いっぱい出てくるね。150、60人いくわかんな。はい、そうですね、パンフレットに先輩の本みたいなのがあったんですけど、うんうん、まあ、部活、大学で部活やりながら取ったっていうのがあって、うん、これはすげえな、うんうん、向こうはまあ当たり前だもんね。そうですね、うん、アイザックもそれ新鮮じゃないか結構。そうです、ね、大学生やったことないもんな、アイザックないですね、うん、専門学校だもんな。そうです、うん、じゃあ最後に一言、相沢君から鈴木君にメッセージをどうぞ。心折れずに最後まで頑張ってください。はい、はい、じゃあ鈴木君もなんか最後一言あれば。じゃあ、うん、決意表明でも試合は3球かありますよ、何でも3球受かりたいと思います。まず係としてな、はい、はい、どうも。